今からドラフト人狼やっていきます。役職は人狼が2人、狂人が1人、占い師が1人、霊媒師が1人、騎士が1人、市民が2人、合計8人で進めていきます。初日の占いはなしで、では皆さん役職を確認してくださいね。誰にも見せないように誰にも言わずに一旦じゃあ顔を伏せて、いやそれしないで、何それ、あ、人狼同士の確認をしないといけない、うん、そうやそうや、それだけ見ます。はい、では、初日の審議時間は6分で、はい、開始です、はい、はい、おはようございます。おはようございます。まあ、初日占いなしということでヒントがない、全く情報がない、材料がないですけど、まあ、騎士がいるので占い師別に出てもいい、はい、マジで言ってんの。ああ、騎士に守ってもらっても、いやでも絶対対抗は出るじゃない、釣り先に入ってきたら、まあ、あでもそういうこと言わん方がいい。でも対抗出たら別に人狼に噛まれる、対抗って何噛まれへんくなる、占い師の2人以上出てくる、あの、はい、占い師、本物じゃない人、あ、狂人的な、あ、そうか、人狼、人狼が占いになりしてきたら、それを守るのはもうやばいか、無駄の極みになってしまう、そうやな、言語が読めてもしろ、だって占い、だって占ってないんだよ。まあまあ、じゃあ材料はないですけど、態度とかで怪しそうな人は適当でいいですけど、なんか顔上げの一人で遠かったので若干それはどういう意味で、なんか怪しいの、それは人狼が近いっていう意味、あ、僕はこんなんここで判断してるのはあれやけど、あれは人狼じゃないと思う。怪しいの、怪しいと思うか、多分いや逆に人狼やったらさ、なんかすぐパッてあげそうだよ、そうそうそう、心理的にはね、心理的にはそっちの方が、うん、変にだったらあれ、メンタリスト、何見てたんですか、僕を見てた、あ、人狼を確認せなあかんのかっていうのは何なんやろと思ったけど、開始前、ああ、そっから勝負始まってる、確かに人狼に顔を上げる、ちょっと待って、あ、僕の方で言ってる、うん、っていう、大胆、あれこれ言うちゃないけど、明らかあのセリフは人狼じゃないと思う。まあ、確かにリスクは高いな、あのだって忘れてた方が、うん、自分に言う、まあ、自分に言う、明らかに言われて気づいた、当事者じゃないから忘れてた方が、顔が、僕もそれおるんちゃう、さすがに、じゃあ今ごめん自分で言うのもないけど、この辺とこの辺は怪しくないっていう方向でいいんですか、自分で言うのもないけど、まあゲーム外情報ですけど、ね、でも逆に言うとね、タコミ君は自分で人狼をを何近いですから、まあ、そうやな、そう、あ、そうきた、はい、わかりました、いや、近いですから、わかりました、絞り切れないですよ、さすがに、その前線は勝てない、この2人除外でいきますか、除外してもらえますか、ありがとうございます。騎士は桃井先はどうするんですか、こっから選びますか、それとももう完全にランダムにしますか、別にここわからへんし、一言も喋ってない、喋ってない、あ、何、誰が怪しいですか、誰を信じる、誰を信じる、え、でもこの二人は怪しくないと思ったけど、あ、うん、なな、うん、でもそれ以外の判断材料が全然ないからなんとも言えない、タクミしかいとは言う、めっちゃ食ってる、え、じゃあ、いや、いいよ、ごめん、いいさ、いいっす、え、タクミ君怪しいと思う人他にいない、人狼、正直情報がなかったら聞いて教えてもらったよ、そういうゲーム成り立ったの、今のでは情報がないな、逆にテツ先輩とか喋ってないんですか、あ、テツ先輩も喋ってないですね、確かに人狼なんですか、だからゲームが破綻する、そう、反応を見てちょっとちょっとさ、僕ちょっと聞きたいことがあって、今、まあ、とりあえず今晩の釣り先にこの二人は上がってないじゃないですか、ないじゃないですか、この晩にこの2人が食べられる可能性あると思う、ある、あるんじゃないですか、そら、だってここ、あー、でもいきなりここから買っていいの、じゃあ騎士をあの人守ってほしいです、うん、人の2人、そう、まあ、守ってほしいです、以上、2人買えるってこと、まあ、なんかどうなるか分からない、まあ、僕はどっちでもいいですよ、
人狼って何ですか、うん、だから夜の間にこういった屋敷に一人、石若さんに守ってほしいっていうなら守ってあげた方がいいのかもしれない。ああ、うん、でも多分2人で相談して1人ああ、そうそう、ね、2人で、うん、こうちょっと何もまとまってない。まあ今の話し合いで決まったのはこの2人に入れないっていうことだけなんで、あんまり中身のあることを喋ってなかったので、龍馬くんに。ああ、来るんじゃないかと思ってましたよ。じゃあなんか単純に怪しいと思ったテフ先輩に一票入れたいと思います。入れてみるか。いや、ただ単な質問にしたはったんだけやと思うけど、人狼って何すんですかって言ってはったし、一応一票だけ入れてみるわ。最初はちょっとあんまり喋ってなかったテフ君のところにいるかなと思ったんですけど、まあなんか理由があるんかなと思ったので、なんか逆に喋ってた龍馬君に。まあこのタイミングで喋れないって僕も割と自然なことかなと思う。逆に喋りすぎてたかなと思う龍馬君。かわいそうだ。まあ僕もあんまり喋ってなかったんですけど、テフもそんな喋ってなかったっていうふうに思います。大悟くん、大悟くんもあんまり喋ってなかったので。いやいや、はい、誰が投票してないですか。はーい、早くして、これだけですか。そうです、大悟の投票して今誰が何票持ってるか見て、見して。テフくん2票、龍馬くん3票、大悟くん1票。これ今言うけど、テフに入れないと龍馬が釣られる。そうですね、ボクシングですね。でも僕はなんかテフ先輩じゃないと思うんですよ。直感に従っていく。まあまあ、直感に従って。龍馬だと思うのか。龍馬だと思うわけでもないんですけど、僕はなんとなくなんか視線とかいろいろ見てなんとなく大学先輩かと思いました。投票の結果、龍馬くん3票で処刑されてしまいます。遺言をカメラの前でどうぞ。いやなんか初めてやってこんなすぐに死ぬと思ってなかったんで。皆さん、頑張ってください。おはようございます。おはようございます。ここにいたはずの桑瀬君が、桑瀬君が以前に来ましたね。占い師は仕事したと思うんですけど、出ますか。出ないってことは人狼は見つけてないですかね。まあそれ死んだか。霊媒はもう黒じゃなかった、龍馬くんは黒じゃなかったら出なくていいか。うん、出ない方がいいから死ぬだけだし。獅子はさっき言ってた通り石若さん守ったんですかね。どうなんでしょうね。裏を書いてる可能性も。うわぁ、判断…なんで僕を見るのかな。え、喋ってたから判断材料が裏を書いたらこっち守るからさ。うん、逆に守っちゃうかな。守って、まあ、いや、でもあの言い方としては僕を守るんじゃない。騎士はどっち守ってもいいし、占い師生きてるよ。それ怖いね。占いか霊媒か騎士どれか死んでそうやな。この占い師出てもいいような気するけどな、白でも、うん、白2人で確定するわけやな。そっか、おったら出てほしいけどな。占い師じゃないんですか。なんでそういうこと言うんですか。え、だって騎士に守ってほしいってあのタイミングで言う。占い師か騎士やけど裏書いて守ってって言ってこっち守るとかするんかなと思ったけど違うか。なるほど。なんで霊媒じゃないんですか。霊媒の可能性はないです、僕は。霊媒の可能性もありますけど、あ、初日から騎士に守ってほしいって、そこまで重要じゃないと思ってる。いや、でも殺されたらまずくない。まあ、占いのが大事。占いの方が大事。霊媒比較するとね。うん、いやでも殺される可能性は高い、まあ、あるよねって聞いたんだよ。あの状況やったらやっぱここがまあ確実に多分今みんなから見て白になってるから、うん、狙われるやろなっていう話をしたから、まあ守ってっていうのはまあおかしい話ではないと思う。誰する占いが死んでたら最悪ですよ。多分無理ですねそれ。
騎士の連続守りのルール決めてなかった。騎士は 2回連続守れません。だから僕が守られてたら、あの食われる可能性はあるんですよ。じゃあ仕事せず終わってしまいます。うん、どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。狂人ですか。なんでそうなんだ。すごい。どうしたらいいんだろう。ちょっと待って。いらないやったらもう出てくれた方がいい。身の振り方を考えてください。いやいや、ごめん、売らないではないです。あ、そう。何だろうかな。いやな、それ無理やん。何が、あ、売らないが死んでる。カウントダウン占い進めたらきついやん、ね、マジでこの人数比で全然喋ってない、サクちゃん喋ってないの。大黒が喋ってないときは案外狼じゃない。で、デフはまあ分からんかったりします。統計的にはデフが人狼よ。その赤月先輩が、大黒先輩が喋らんときは人狼じゃないと言ってたので、それ信じて。決戦で喋らせるのもありやと思うんですよ、大黒に。あと当時の2人1人増やしてみる、2人。あ、2人が同じ人に入れたらさ、何も言ったらね。あー、3人でこっちに入れたら大黒に任せます。僕は匠くんに入れようと思います。あ、メロスに死んでもらおうかな。裏切った。はい、では投票の結果、3票の得票で大黒くんが処刑されることになりました。遺言どうぞ。この村も長くないとは思います。これは終わったかな。狂人は？どちくやっぱりデブやんけ。今日これはどちく一人タイガなんなん。市民。俺市民。人狼と市民側の数が同数になったので人狼勝利です。イエーイ。匠先輩が匠すぎる。僕は狂人でした。で、僕は霊媒とは明らかに言わないのも混乱させていいかなと思って。あ、そこで市民かもしれないからな。こっちもちょっとよくわからんかったけど。はい、僕は市民でした。うん、ちょっとどうしたらいいか全然わからなかったですね。多分役職が早々に死んだので結局うんっていう感じで終わってました。占い師でした。はい、僕1日目の夜でテツ先輩占って、あの人狼まで出したんですけど、やっぱり殺されましたね。はい、僕は霊媒でした。はい、役職全身の人間でした。はい、僕は匠君は人狼でした。人狼だったし、俺の言い方で人狼やね。うん、大体やっぱり盛り得た子はね、結構言うべきやと思う。まあ、初っ端処刑で騎士が死んで、我々の紙で占い師が死ぬ、騎士と占い師を初日で殺せるっていうのはぬるゲーでしかないですね。大河です。はじめまして。僕は最初初めての人狼だったんで、ちょっと分からないかなと思ったんですけど、ちょうど市民だったんでとても気持ちが楽でした。ありがとうございました。次は頑張りたいと思います。自宅は人狼でした。はぁはぁはぁ、すごいですね。いつも通りこのよくわからない感じを出して、はぁはぁはぁ、やばいやね。1日目に昨日って、まあ、いい感じでしょ。大学を先に入れさせて、で中心に来てることできたので、よかったなと思います。学習やったな。はい、というわけで、人狼チームの勝利でした。